一心様、天狗がまた現れるか、エマは案じておりますよ。エマよ。はい。源一郎がいずれ現れるぞ。新人のもう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためならば、己の全てを投げ打たれるおつもりでしょう。我が孫ながら命の覚悟を。じゃが、九郎の血を使わせるわけにはいかん。刃を震えるのも、あと幾たびか。その時まで、天狗はしまいじゃ。あのお方がいます。セキロか。仏頂面どもが、どこかの国に、あやつは実にも面白い。お主か。それがお主の心配顔か。じじいはここにいろと、エマがうるさい。ゆえに、こうしておるだけじゃ。酒を。おう、気が利くな。どれ？良い酒じゃ。勝ち戦の時はこうして飲んだものよ。アシナ州の皆でな。国取り戦のアシナ州。国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それはもともとこのアシナは我らアシナ州が暮らす地じゃった。源から流れいずる水、それをこよなく愛する民じゃ。ゆえに酒もうまいじゃが、我らは異端、そして弱い民じゃった。当然に蹂躙され、服従を強いられた。ずっと長い年月な。源の水を祀ることすら許されぬ。そのざまでは、うまい酒を飲んでも、まことには酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の元の乱れが、この人死に耐えぬ戦の炎が、ひとたびは好機となり、国取りを果たした。だが、今は死地にある。ねえ、皮肉なことよ。一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。あやつは強いな。私も核ありたい。狼、ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。
そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああそうだな、狼よ。巫女様、甲の材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ建て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。御意。巫女様。狼、不思議よ。うん。案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫、胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立て祭る、香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。御意。何故そのような道しか。おい。狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃のこと何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。少女。物資殿の
古い名です。あの頃、私と源一郎殿はよくここを訪れていた。床桜の下で、タケル様が笛を吹かれ、巴殿が舞われる。それを見るのがたまらなく好きだった。私の古い友ならば、その頃のこと、何か覚えているかもしれません。あれ寺で症状と会ってきます。時に赤狼、お主と九郎の伏立ちの戦、つば際のようじゃな。伏立ちの戦を阻む者、切ったか？切りました。そうか、迷わずよう来